あこれでいいです,よ <laughs> です。はいはいありがとうございます。はいすいませんもうここも補装されていると。スイカスは始まってますね、はい。はい。これはもう僕はこれでしか見えないと。とそうですね今スイカスの画面は林さんしか映ってないですから。いいね、あじゃあ行きます。はい。すいません。あのー、香港ではコンドームのことを 防弾チョッキってほうまあ世界中いろいろ言い方あるらしいんですけど <laughs> 防弾チョッキ微妙なネーミングではありますよね弾を撃つ方が防弾チョッキをつけてるわけですから、まあ、威力の問題なんでしょうね、まあ、僕は全然そういう防弾チョッキ的なものは もうフリーで、フリーランスで <laughs> やらせていただいてますけど <laughs>。まあ、うーん。たまにはいいかな。たまだけに <laughs> あ。あい,いえ。 皆さん、こんにちは。時刻は午後2時30分を回りました。昼からイブニング、パーソナリティのイラミナセイキです。いやー、いろいろその、コンドームの呼び名って世界中あるらしいですけど、なんかあれっすね、コンドームっていう名前が本当に防弾チョッキと比べると全然エロく聞こえないのが不思議ですよね。コンドーム。<laughs> コンドームで昔あの、水風船作ってですよ。学校で。 投げてたんんでですすけどあれれ全然割れないんですよねだからもうああいうのであなるほど大丈夫なんだな僕のでも大丈夫なんだなっていうのを学ぶ、まあ、そんな夏にしていきたいと思いますさあこの番組はですねゲストと共にお話ししながら小ネタにできる様々なランキングを紹介していく情報バラエティ番組です昼と夕方の間の30分どうぞ何かしながらお楽しみください また、この番組ではメッセージもお待ちしてます。メールアドレスは7、7 9 7 f m g u i n o a n c o m 7 9 7 f m g u i n o a n c o m です。また、f m g u i n o では、ツイキャスやユーストリーム、サイマルラジオでもお楽しみいただけます。少しラジオの電波が悪いなと思われる方は、お手元にネット環境があれば、f m g u i n o のホームページより覗いてみてくださいね。それでは、短い30分ではございますが、今日もお付き合いよろしくお願いいたします。 さあ、すがすがしい一日の陽気になっておりますけれども、まあ、そんな時に聴きたい曲一曲をお送りしましょうすがし顔で午後のパレードさん、こんんここににちちは。おこんにちは。お、今日はもう画面見えてると思いますけれどもとんでもない人がゲストにやってきております 実はですね、この FM ノアンのスタジオから目の前に見える現場よりですね、はいえー、大城林さん、ヘンリとうございます大城林さんが遊びに来ていただきました、実は僕はすごく楽しみだったんですよ、今日は。ありがとうございます。林さんとはね、あの、FM 小座、お隣の FM 小座で、はい、夕方6時から、おはとラジオ、一、まあ、木曜日やってますけども、はい、こうやってなんか別の番組で喋ってみたいなというのは、もう前々から思っていたのではいすごくうごしいです。 そのこと大城林さんの情報をたっぷりの30分にしていきたいと思いますので、はい、沖縄、抜 <laughs> <laughs> かりない、抜 <laughs> かりない、すぐ出てきますから、<laughs> 林さんはもう、<laughs> FM 小座の小座だけではないですね、<laughs> はいはい、もう至る所に旗とこの手持ちの看板持って現れますけれども、ず、はいぶん番組の宣伝にはなってると思いますけどそうですね。 ちょっと僕も早とらじょうにあやかりたいと思ってます。はい、今日ちょっと早めに切りましょうね。<laughs> じゃあ曲明けに C.M. いきます。 お送りしているのは「すがし顔で午後のパレード」です昼からイブニングこの番組は少しでも多くの皆様のライフが楽しく過ごせるお手伝いリノベーションのことならラフィット創業45年これからもご要望以上の製品作りを目指す玉木鉄工ヘアカラーとヘッドスパの専門店那覇市式ナの美容室マリーゴールド以上各社の提供で30分お送りいたします チームでいて OK です。はい、スポンサーの紹介はいつも緊張しますね。スポンサー慣れないですね、これ僕、はい、これボリュームですか。あ、えっとそれが多分ボリュームになってるはずです。ーあ、OK です。あ、ですね。はい。はははは。<laughs> いただきます、うん、改めましてこんにちは昼からイブニングパーソナリティのイラミナセイですそれでは早速本日の素敵なゲストをご紹介してまいりましょうえー、もうなんと説明したらいいんでしょうね沖縄市の若きエース、はい、ヘンリーこと、うん 大城林さんです。よろしくお願いします。またの名を今度ムーです。今考えたの出すのやめて。すいません。失礼いたしました。沖縄市小座よりやってきました。小座の自称おしゃれ番長ヘンリーこと大城林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうツイキャスをご覧いただいている方はびっくりされてると思いますけれども。そうなんですか。ありがとうございます。宣伝部長ですよね。いやいやいやもうありがとうございます。ありがとうございます。あの局長にも少しだけ話したんですけど。 この隼人さんとは、実はお隣にあります、沖縄市の FM はいそちらで木曜日の夕方6時からやってる、隼人ラジオでご一緒させていただいてて、ありがとうございますね、こういった形でねぜひ、僕の番組でも一緒にお話し宣伝に向かいがない、そうですね、ラジオですかね、ラジオですか、ありがとうございます、佐きまこれ、儀乃湾、いろいろ方面に流れてる佐きま市長とですね、フェイスブックで友達の大城隼人です。 そうなんですね、いらないんですよ、フェイスブックの友達なんですね、しかないですフェイスブックだけで友達よく慣れたな、それ、いいですけど、がとうはたっぷりと、宜野湾市の皆さん、そして FM 宜野湾おっきの皆さんに、隼人さんのことをたっぷり知ってもらおうというふうにしたいと思いますので、早速なんですけど、隼人さんのことを。 人に説明するときにあの、それはですね、自分でも困る。い <laughs> <laughs> いややこれが なんて言えばいいんですけどね一応自分でもなんて言っていいのかなっていうふうに困る困りますよねいやいやほら僕だったら早さんも僕もそうですけど大体フリーランスっていろんなことやってんすよそうですね僕だったらラジオ屋さんですラジオしゃべったり裏でいろいろこちょこちょやってますなんてそういう自己紹介ありますけど早さんの場合そもそもいや悪いこと以外なら「 何でもやるみたいな <laughs> 悪いこともやってるんじゃないですか、ね、少しいや悪そうなやつは大体友達ですよ <laughs> 友達じゃないですよ。うんですか早瀬さんといえばいろいろイベントの MC もそうなんですけれども格闘技のね、はい イベントのコア、リングアナウンスやられたりとかあとは音楽で言ったらリンケンバンドのメンバーでもあるじゃないですかリンケンバンドでもありかみどころがないんですよ、一つ一つがでかすぎてうん、なんですかねだから、あの思うことは何でもさせてもらってるなと思いますはいその通りですねはい、本当にだから今日も本当にこの、すごく見渡しがいい FM 美濃アンさんね、スタジオですね FM 小座より綺麗なので、なこちらに引っ越したいなと思って こっちだったら、通ってる人いじれないでしょ、そうです大体。そんなこんなんでやらせてもらってますけどね、FM 向きの案は初めててて初めでもも毎日日見ますこのの西天沖縄中央ンリグ皆さん今今現場終わって 下の16ブロック歩いてたんですけど正規さんに呼ばれてちょっと来ました現場上がりなんですね現場上がりこれ終わったらまた戻るん今日はちょっとねはいということで考えてますはいいや本当、いはいはいはいまいは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 い室川はい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 んいは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 いいいは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 い 通通る人通る人人、はい、みんな名前しいやだからこれは正直言いますと、ええ、昔また怒られないかな大丈夫かな高校時代のまあねお友達とかいるじゃないですか、はい、お友達は女性のお友達もう祭りとか行くじゃないですかはい、はい、ああいうのするともう嫌われましたね。 祭りの後の日にはこう,ういうことっていうのはもう会う人会う人早と早とってなるからおお久しぶり誰々久しぶりってこっだけするじゃないですか23メートルおきにこんなしていくから一人ぼっちになるじゃないですか <laughs> 一緒についてってる人が <そう S 1> <laughs> 寂しくなっちゃうそうそうそう何かそんな感じはあるなっていうのはまあ嬉しいような悲しいような話です<ー>はいなるほどねうまありがたい,で,すよねいやでも周りの人もそうなんですけど、うん さんもちゃんとその人たちの名前も顔もどんな人なのかも全部わかってるじゃないですか大丈夫ですそれがすごいんですよ。あの室川歩いてたら最近ね、うん、あの最近小学校6年室川か市を卒業した中学校1年生 1>、はい、こうなんか自転車乗り回してるんですよはい、はい、僕が呼びかけても桐生と愛ううと。ママチャリミモレ乗ってるから <laughs> おいって言っても無視するんですよ。<laughs> <laughs> でも変,変なおっさんに絡まれたなってド <laughs> ドキドキしそれがすごいなと思うんですよ、<や>なかなかあの、まあ、僕なんかもそうですけど、まあ、人の顔と名前顔は覚えるけど、うん、名前、ちょっとすいませんっていう方も大勢いらっしゃるもんですからいや、なんですかね、うーん、コツはないでしょうね。 まあそういうもういもストレートに入っていくんでしょうね、多分そう覚えてもらったら、早、うん、さんに覚えてもらったら、相手の人も当然嬉しいと思いますし、見習いたいところですけれどもね、見習いたいところでいったら、もう一つ。 何ですかハヤトさんのこの告知力ですよおー告知力と行動力ですじゃんじゃんジャーといういろいろねあ、じゃあセイキさんはい番組始めたということでですねはいはいあのハヤトラジオですねあの琉球ゴールドねあのー新里酒造さんにですね提供をしていただいてますのでセイキさんどうぞプレゼントですまさかここでいただけるとありがとうございます頂戴しますうわはいはい今いただきましたね琉球ゴールドはいはい 沖縄最古のクラそうなんですよ。新里と主さん新里と主さんのリュックゴールドいただきました。どうぞ。これハヤトさんのこのステッカー付きなんですけど、やっぱコラボ商品っていうことで、そうです。コラボです。よろしいでしょうか。勝手にコラボっていうハヤトさんグッズが僕の周りにはたっぷりあるんですよね。ステッカーね。はい。なそうだったら返返返却します。いやダメですダメですね。まあまあで言えばこういうね感謝ステッカーとかですね。あの4月を迎えましたハヤトラジオ1周年迎えさせまして、まあねはいすいませんハヤトラジオじゃないんですよこれは。昼から イブニングですか番組名よりそっちの番組名が多く言ったか <laughs> そうから今日はヤトさんのことをいろいろお伝えしたいと思うんですけど、はいはい、ヘンリーっていう名前に触れていいですか、あのー、多分ギノ乃湾にもやっぱりそういうねあのお名前の方々多いのかあれなんですけどコザも、はいろいろうちの同級生にコザの八木マイクーがいたりこれは本当にマイクーって言ってから <laughs>、あのー、ね まあ言って黒人なんですけど英語は喋れないみたいな、はい、<laughs> まあそういうある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 ,あるで僕は音楽のあでヘンリーという名前をつけさせてもらってうちのねあのボスがいましてケビンというボスがいましるケビンに。 あのヘンリーといいう名前を付けさせてたただきましたななんんでヘヘンンリリーーすかは僕はよく帽子かぶってるんで、はい、あの帽子かぶってるということであのうちのボスが思った「あのお前トイ・ストーリーに出てくるお前キャラクターによく似てるぞ」と「<laughs> お前あいつに似てるからヘンリーだ」と言って <laughs> また急に「いらんこと言い出せええ?」と思って「あじゃあ分かりました」ということで「はい、ヘンリーってなった」っていうことで「なんで?」って知り合いに行ったら「うん、あのー!」 『トイ・ストーリー』に出てる帽子かぶってる人はあれウッディだよねっていう話になってあ名前間違ってたっそう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  <laughs> で名前また変えてもらおうかなと思ったらもうお前ヘンリーなんて王様がいるだろうとヘンリー王子とかあイギリスのそうお前ヘンリーにしとけっていうことで、うん、ヘンリーになって今3歳ぐらいですかね ヘンリーにななってから歳んでまだ3年4年ぐらいかな隼人さんのことはずいぶんやっぱり沖縄市を中心にそれ以外でもね活動を広くやってますからご存知の方大勢いらっしゃるんですけどヘンリーっていう名前がいまいち浸透してないんじゃないかと僕は心配してヘンリーで知ってる人は隼人って分からなかったりするんです逆に逆にそうそうなんですねまあでも隼人そうですね最近はなんでヘンリーか 隼人ってわかる人が、ヘンリーっていうことで、分かってきてはいます。あ、そう、あ、やっぱり、もう、あの。じゃ、そういう、だんだん、忍者されてきてるわけ。そう、そう、そうなんですよ。素晴らしいじゃないですか。あの、まあ、音楽の話も、ちょっと出ましたけど。はい。臨検バンドですよ。はい。臨検バンド。はい。隼人さんといえば、臨検バンド。はい。だから、驚くんですよ。うん。隼人さんが臨検バンドじゃないって、思ってる人も、いん、多い。そう。あまり、僕、言わないじゃないですか。臨検バンドって。そうなんですよ。だから、あの、番組前にも。うん。 リンンケバンドに触れていいんですかって逆に僕が言ってましたぐらいで。というのはね、今、失業中なので。失業じゃないでで中すか場所が唐杯って、ちょっとに美浜にありまして、一等地にね、うちのリーダー、テリア・リンケン氏がですね、今、ホテルと飲食店とライブハウスとスタジオ、沖縄一のスタジオも作って、ホテルも海が見える、最高な場所に作るということです。 そういう風に今やってるので今いつオープンするんですか再開っていうのはそうだねまあ僕はね11月にはオープンしたいんだけどうんそうだね12月ぐらいかなっていうの今似てないんですけど林健 <laughs> さんのものまね <laughs> <laughs> なるほど、じゃあそれまでは少しちょっと今、そうですね、そうですね、いろいろさせてもらってます。からはーいの再会も楽しみにしてる人たくさんいると思うんで、また情報も合わせて、そういろいろ、人間バンドもよろしくお願いします。それじゃあ早速、今日はそんな隼人さんと一緒にこのコーナー行ってみましょう。イエーイ さあこのコーナーはですね誰かに話したくなるような様々なランキングを紹介していくコーナーです。今日はハヤトさんにもお付き合いいただいてこちらのランキング行ってみたいと思います。まああのハヤトさんはミスにもなったり学生時代ミスターかミスターなったり知ってるんですかそういう情報ハヤトさんの情報毎週聞いてます。あそっかそうですよね失礼しました。もうしかも2年連続ですよやかましいわ関係ないと思いますけれどもそんなハヤトさんはさておき。 男は悩みいいっぱありますからね今日はイケメンではなくても女性に対してこれやったら嬉しいなって思われることランキングですだから女性からしたらイケメンじゃなくてもそういうことやってくれる人は素敵だなと思ってくれるわけですよそんなランキング第5位から紹介していきますけれどもまずはランク外こういうことがあるらしいです買ったばかりの服を褒めてくれるとか えー、あと自分を対等に扱ってくれるとか特別扱いしてくれるっていうのもなんかあるらしくてなんか矛盾してる気するんですけど、うん、これランキングですからねはいはい、はい、ランキンキグ外イケメンじゃなくても、うん、そういうことをやってくれると嬉しいというのはあるらしいんですが、うん、じゃあ早速、うん、ランキングの方に移ってご紹介してまいりましょう。はい、まずは第第5位位長所を見つけてくれるお 女性の長所を見つけてくれる男子はイケメンじゃなくても喜んでもらえるとはいはいどうですかハヤさんやっぱそうじゃないですか女性の長所あの長所というかだからなんて言えばいいんですかねんー仕草とかねやっぱりねハンカチ持ってたりとかはいはいそういうねそういうとこがいいかなヤナスケベイ第四位はい第四位悩み相談に乗ってくれるお どうですか、林さん、女性の悩みにはいや、僕は乗らない。乗らない。何、ニヤニヤして。いやいやいや、矢野助部屋、第3位。第3位、一人でいると、こっちへおいでよって気遣ってくれる、ほう。女性に気遣いができる男はイケメンでなくてもモテるということらしいです。どうですか、女性の気遣い。うーん、そうですね、こっちおいでよ、うん、あんまりないかもしれないです。 飲み会とか絶対ほっとかないタイプでしょバレてますよ。もう。なんだよ、セキさん。はいはい。ありがとうございます。じゃあ第二。はい。なん。これベタかもしんないですね。はい。髪型を変えたことに気づいてくれる。ああ、これ嬉しいみたいですね。女性の方は。男としてはどうなんですか。やっぱ髪型変えたら女性から気づかれたら嬉しいみたいなことあります。いや、まあ、髪。 って意識ね、なんか意識してんのかなって思って見てくれてんだみたいなファンさんどうですか女性の髪型とかあ僕は結構気づく方ですほ本当に気づきそうですねで結構あシャギ入れたのとかこれメッシュあいい色してんねとかっていうのはあ、そんな細かいところまでそうじゃ一1位第1位ですはい第1位「誕生日を覚えてくれているおこれなんですって?」 ね2月生まれ誰のこと言ってるのかからない自分のこと急に言うのやめてます何気ない会話の中で誕生日うしいですよ誰だってね誕生日なんつったら誕生日におめでとうって言われたら嬉しいらしいですですから綾さんやっぱり人の顔とか名前とか覚えるのお上手ですけど誕生日なんかも覚えてる方大勢いらっしゃるんですか大勢はいないんですよやっぱり2月生まれ 女性限定でやって。いや2月僕2月だから 2, 年から2月生まれ。<laughs> はい、はい、じゃあちなみに2月何日なんですか。あジムですか。はい。2>, 2月24日です。以上昼からランキングでした。<laughs> さあ、えーうん、雑なランキング紹介も終わったところで。はい,はい。はい、引き続き。 なんかもあっという間じゃないですか関さん30分なんてこんなもんですよでもその30分の中でもさんのことを今日は宜野湾市 FM 宜野湾の皆さんに向けて声よく発信していきたいと思っておりますので引き続きよろしくお願いしますます。そのはやとさんなんですけれども僕普はやとさんが何をしてるのか全然知らないんですよフェイスブックとかね SNS では帽子もチェンジしていただけますね沖縄ありますけど最近夏休みじゃないですかはいはいなんか ラジオ体操頑張ってるらしいですね頑張ってるというよりも室岡の育成会っていう子ども会があって、その会長やってるので本当、何やってるかでからないそれで、もう、レディオダンス部みたいな。レディオダンスの言い方ですよね、そうそう、ラジオ体操じゃんそうはい、やってます。ラジオ体操なんつったら、もうラジオとは切っても切れないです演た多ん、実証なんですけど、沖縄で一番いいと思います、僕。 朝から蝶ネクタイちゃんと締めて、清掃でラジオ体操、きれいにやるから SNS 見てると、マジでちゃんとしてる別に体育館とか、ジャージとかでいいんじゃないかなって、僕は思っちゃいますけど、去年までちょっとそうだったんですけど、去年もやっぱり意識はしてましたよ、写真でアップするから、今年はなおさらです。何目指してるんですか、いやでもね、あの面白いなと思ってるんですよ。はい だってもう僕らの年になったら大人になったらですよ、はいはい、ラジオ体操をやることなんてもうほとんんどないんですよほ<う>だから、あのー、そうやって朝から活動されているのも、はい、まあ,ある意味羨ましいなとは思っています、まあ、ありがたいですだから、うん、関さん僕はこれはあの本当に思うのは、はい、こういったことをさせてもらえている自分がはい、はい、本当にさっき言った臨検バンドでも、うん、誰が誰でもなれないし、うん、でこういうラジオ体操でもそうですしこういうのを僕は。 やらしてもらえてる自分っていうのが好きかないやもう何か最後余計なこと言っいましたけど余計なこと言っちゃいましたけどいや全くその通りです同感同感だからさんのステッカーには感謝というものがやっぱり入れられてるわけですよねすみませんフリーランスなんてもういや何かたまに俺やってたぜっていうやついますけどとんでもない話いやいやもうでも本当にさせてもらってますいろんなことをありがたいことにうんそんなヤトさんははい これから、また今日 FM ワンを聞いていただいている皆さんですが、はい、周りの人に、うん、今度は隼人さんからやって、返すことって、こういうのを返していきたいみたいなのも、野望だったりありますかあいや、今日ですね、この,、うん、あの場所から見させてもらってる、この本当に、えー、高台から見てるんですけど、はい、やっぱりこの沖縄市のすぐ隣じゃないですか、ワンっていうのは、ね、ぜひとも沖縄市、繁華街、遊びに来てくださいなるほど <laughs> <の>いいと思いますね。うん やっぱりあの、まあ那覇から来い、名護から来いではなくて。その沖縄市の近いところから、その中野町だったり、小座だったり。そうそうそう、遊びに来てほしい、本当に。沖縄市小座は遊びの町、音楽の町なので、本当に楽しめます。あの、昨日のひコンチ、ヒひいこんでしたっけ。知らない。あ、知らない、すみません、すみません。誰だ。お店があるんですよ。いや、本当に楽しいです。小座、遊びに来てください。よろしくお願いします。逆にですよ。はい。 ここ、宜野湾市にもう素敵なお店、素敵な場所、たくさんあるので、だからまた逆に沖縄市、ハートラジオを聞いて、淳さんのこと知ってる方々も、じゃあ、たまには宜野湾市行ってみようかなとか、ああ、本当いうのも、もうお互い様ですからね、そうですお隣同士なんですよ、だから高校時代、焼き鳥売りをしてましたよ、宜野湾にここ横売りに来ましたよ、焼き鳥、売り子、淳さんがですか、そう、そんな、な何でもや、もう本当にね、すいません、はいはい。 ああ、<laughs> いいね。<laughs> はい、さあ、あっという間の、うん、もうエンディングの時間ですよ。はい。はいはい、さじゃ、もう。うん、今一度。はい、最後に。はい F.M. 技能をお聞きの皆さんに一言招待、はい、してよろしいですか、えー。引き続きですね。この関さん今一緒に F.M. 小座さんでですねハヤトラジオっていう番組をさせていただいてももらってますが、この関さんの番組もですね皆さんあってだと思いますので、ぜひとも関さんのこの番組をですね盛り上げていってほしいなというふうに思ってます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、嬉しいです。はい、ハヤトラジオも一緒にまた盛り上げていりましょうね。いはい。ありがとうございます。本日のゲスト、はい、ヘンリコと大城ハヤトさんでした。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。 失礼しましたさあいかがだったでしょうか昼からイブニング最後までお付き合いいただきましてありがとうございました次回もゲストと共とにいろいろなランキングなどなど楽しいお話も含めて紹介していきたいと思いますこの番組は少しでも多くの皆様のライフが楽しく過ごせるお手伝いリノベーションのことならラフィット創業45年これからもご要望以上の製品作りを目指す玉木鉄工ヘアカラーとヘッドスパの専門店 那覇市式名の美容室マリーゴールドの提供で30分お送りいたしましたそれでは皆様昼からイブニングお相手はイラミナ世紀でしたまた来週ですねよろしくお願いしますバイバイ